始めるか。 だけだったらな。 幻影に苦しめられる橋の向こう側でなくて幸いじゃったの。なんて寒いんだ。 行くよ。
もっとこうよ。多分バルキュリアはこの中じゃ。そう。それで戦うのか。魂が囚われとるんじゃぞ。黙っていろ。Yeah.
感謝する。だが、なぜ囚われていた？女王がこうしたんだと思う。だが、なぜシグルーンが務めを妨げる？その謎を解こうとしとるとこじゃ。彼女がこうした理由に心当たりはあるか？いや、バルキュリアなしでは戦場の死者がバルハラへ行けない。ヘルヘイムは死者の魂であふれ、ミズガルズは復讐心に囚われた亡者であふれかえる。バルキュリアにとってそれ以上の恥はない。もう行かねば。力を尽くしてみよう。さらば。答えは出たようだな、クビオ。女王はオーディンに反抗し、そのためにバルキュリアを投獄した。確かにシグルーンはオーディンを嫌っとった。それでも任務と責任があるんじゃ。それを投げ出してまでオーディンに歯向かうとは到底思えん。いや違う、憎しみは義務に勝る。女王を探し出して止めないと。ごめんね、ミミル。ああ、気にするな。シグルーンの自業自得じゃ。祈るしか。ああ、祈っても仕方がないな。どう探すの？わしにもわからんの。どこにおるのか見当がつかん。見つけないと。絶対にミズガルズの運命がかかってる。